それでは梅野選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？そうですね、このライジンのキックトーナメントに、参戦することが決まって、今日まで、かなりこうキックボクシングのルールにこう適応できるようにいろんな、方たちの力を借りてやれることを全てやってきたので、素直にこう6月27日試合が楽しみだなっていうのが、印象ですかね。改めて対戦相手の印象を教えていただけますか？そうですね、浩二選手は、気持ちが強い、また打たれ強い、その2点かなっていう。ただテクニックはないのかなっていう印象はあるんで、パンチでこう突っ込んでくる、戦い方を予想してるんで、それに対してどう戦うかっていうのをしっかりと対策立ててきたんで、問題ないんじゃないのかなっていう、そういう印象です。ご自身でどんな試合展開になると予想していますか？相手が、触れられない、そして3ラウンドずっとこう浩二選手が下がる展開になるんじゃないのかなっていう、多分彼は本当にパンチで前に出てきたいとは思うんですけど、中にも入れさせないですし、入ってきたところにこうパンチも合わせられる、そういうのをこう1ラウンド目からずっとやっていけば、もう2ラウンド目3ラウンド目相手はもう前に来れないと思うんで、結果終わってみたら何もできなかったっていう、そういうふうに試合もなるんじゃないのかなっていうのを思ってます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いします。はい、本格闘技、熊久保さんお願いします。はい、熊久保です。よろしくお願いします。今回浩二選手がウイラサクレックジュムの方で練習をしてたのをご存知ですか？はい、聞いてます。それは気になりませんか？彼がこうムエタイを研究すればするほど勝ちは遠のくって僕は思っていて、そうですね、だから逆に僕としてはありがたいなと、そういうふうに思ってます。ムエタイを学んできてくれて僕としては余計やりやすいっていう。先ほど、試合展開の話なんですけども、はい、これはつまり完封勝利をするのを目指すって言ったんですね。完封なるのか、もしくはそのパンチで倒せるのかで、まずタイミング次第だとは思うんですけど、無理に倒しにはいかずに、試合の流れの中で、倒したら一番だなとは思ってますね。ただもこう倒す、KO しようとするとだいぶ硬くなっちゃって、結局あんまりこういい試合になった試しが今まで一度もないので、そうですね、あんまりこうとにかく倒してやるぞと思いすぎて、試合するのだけはやめようというふうに思ってます。実力、だから一流どころの実力はあるんじゃないですかね。やっぱり今までやってきてる相手もすごくトップ選手ばかりですし、ただその実力と、彼がこう口で言う発言っていう、そこにこうギャップがあるから叩かれるだけであって、実力は一流のものは持ってるとは思います。気持ちと、あと意外と彼その口ではいろいろとこうなんだろうな、言ってますけど結構気温に意外と忠実で、こうパンチも
とにかく結構基本的に、まあ、なんだろう、ガードもしっかりしてパンチも綺麗に返して全部こう基本に忠実な動きはしてるんで、なんだろうな、誰でもまあ別にこう飛び抜けて何かがこう優れてるっていうのは僕から見るとあんまりこうないのかなっていう。倒せるような武器は持ってない。あんまりそもそも彼そんな KO してる試合ってあんまりないですよね多分。だから倒せないんじゃないのかなっていう印象ですかね。あと、この前ちょっとお聞きしたんですけども、もうあのチケットが完売で浩二選手が応援団とにかくたくさん来ると、はい、完全アウェーの状態でおそらくやると思うんですが、はい、はい、その雰囲気感じたと思うんですか。でも今までこう僕そのタイで試合した時 もうかなりアウェーだったんで、それに比べたらだいぶマシなのかなっていう、あんまり気にしてないですね。それにその試合中は浩二選手のまあファン応援団がたくさんいて、まあやりづらいとは思いますけど、まあ結局その浩二選手にまあいい内容で勝って、その浩二選手のファンをまあ僕の味方につければより決勝戦がやりやすいっていう意味ではまあメリットもあるんで、あまりこうデメリットばかりにこう目は向けてないかなっていう。ちなみにこのベルトが公開されたんですか、ご覧になりましたか。あ、見ました。どんな印象ですか。仮面ライダーのベルトみたいだなとそういう印象ですね。なるほど。なんか白鳥選手がですね、はい、あのベルトが似合うのも自分で、うん、上野さんが似合わなそうって言ったんですけど、うん、まあそうですね、どうですか。なんだろう、結局そのトーナメントで優勝したやつが巻いたらもうかっこいいし似合うんです多分。もう誰が巻こうが、もう彼が巻こうが、誰が巻こう、とにかくそのトーナメント優勝したやつ、一番強いやつが巻いたら結局似合うんで関係ないですよね。だからまあ僕が優勝すれば、まあ、僕が一番似合うだろうし、他の3人誰かが優勝したらその選手が一番似合うだろうし、まあ、もし仮にその時似合わなかったとしても、そこからこうなんですかね、まあ優勝したことによってこう自信も得て、その、まあ、いい顔つきになると思うんですよ。そしたらどんどんそのベルトが似合うような、まあ、男にみんななっていくとは思うんで、まあ、僕もしっかりとそのこのベルトを巻いて、このライジンのキックトーナメントのベルトが似合う男に、まあ、なっていきたいなっていう、そういうの思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、インファイトさんお願いします。インファイトの安藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。先ほどの発言の中で、そのコース選手がその無敵体を学ぶというところで、かえって勝ちが遠のくというふうにおっしゃってましたが、具体的にはそれはどういった意味になるんでしょうか。多分、ウィラサクレックジムに行ってるんですよね。で、僕の戦い方を、今までの無敵体の戦い方ですね、っていうのを、その、ジムのトレーナーだったり、会長だったりっていうのは、まあ、よく知っていると思うんですね。でそのムエタイの、戦い方で、梅野はきっとこうしてくるだろうっていう、まあ、ムエタイのこう分析はしていると思うんですけど、こっちはまあその分析をどうやって考えるかっていうのも分かるんで、きっと浩二選手はそういったこうタイ人のトレーナーだったり、まあ、会長さんだったりっていうのに何を習うかっていうのも僕はもう結構わかるんで、その中でこうムエタイのテクニックを覚えても、なんだろうな、結局ムエタイにムエタイで勝つっていうのはその数ヶ月じゃできないんですよ。ムエタイのテクニックを覚えたからって数ヶ月でそれがどうかなるっていう、そういうものじゃないんで、なんか同じ武器で同じ武器を学んで
そこでこう隙をつこうとしてもなんかこう難しいのかなと。きっと多分彼はもう僕の蹴り終わりにパンチなのか、まあ多分そこら辺を狙ってると思うんですよね。まだちょっと細かくは言えないですけど、タイ人に教わったらどういう風な襲われ方をするっていうのは僕はもう全部わかってるんで、余計やりやすいなと。はい、あと先ほどのちょっと試合展開のことをちょっとおっしゃってましたが、その浩二選手がその相手を下がる展開、もしくはその内に入ろうとしても入らせないという形でおっしゃってましたが、その合わせてその浩二選手はそのテクニックにはそれほどっていうふうな発言の中で、今回そのパンチを強、まあ、ボクシングを強化されたその上野選手はそのパンチの交換の中でこういった形でその浩二選手を圧倒するというような意味合いなんでしょうか。パンチでも圧倒できると思います。今まではまあ遠い距離でこう蹴って、まあ、ムエタイだったら近くに来たらまあ組んだり肘打ちがあったりとかっていう風にしたと思うんですけど、やっぱりこうキックボクシングルールになると、近い距離で、組んだり肘打ったりができないので、その近い距離でこうパンチで、打ち合うっていう、そういった練習もかなり、細かくやってきたので、近い距離遠い距離、まあ、中間距離、まあ、全部の距離でこうパンチでも蹴りでも戦えるんじゃないのかなっていう、まあ、全部の距離感で圧倒できるっていうふうにそう思ってます。ちなみにそのボクシングの方の練習をしている際に、先ほどその接近戦の場合、今までメーターでやったその肘打ちのその動きだったりとかっていうのは、そのボクシングのショートでその打つのとかなり近いものっていうのはあるんでしょうか。いやだいぶそのなんていうんですかね、こう重心の置き方だったり構え方とかっていうのはかなり変わってはくるので、僕はもう全く別物だと思ってます。最後の質問ですが、梅野選手はこのトーナメントに出場するにあたって、その2メーターの強さを証明していきたいとおっしゃってましたが、くしくも小泉選手も今メーターを練習していく中で、先日のその公開練習で、メーターをやることによって体幹が強くなったり、ハイムリー精神がついたという形でそのメーターの強さを、伝えてましたが、梅野選手からそのメーターの強さっていうのを、もしも言葉で表現するのであれば、どういったものになるんでしょうか。そうですね、ムエタイっていろんなテクニックがあるんで、まあ、1個だけじゃないんですよね。もうパンチ、蹴り、まあ、肘、膝、まあ、組んでからっていう、まあ、いろんなテクニックが使えないとも勝てないので、ムエタイの強さを、言葉で表すとしたら何ですかね。なんだろうな、難しいですね。試合のリングの上に見せるっていう感じですかね。そうですね、なんだろうな、まあ、でもやっぱこう本当によく言われるのが8つの武器って言われるんですけど、まあ拳だったり肘だったり膝だったり、まあ、足、まあ、これがこう右左右あって、まあ、8つの武器、この8つの武器をどう使って、相手をもうこう、まあ、圧倒するかっていう、それがこう無敵なので、まあ、でもゲームですよね、どっちが勝つか、うまく戦って、だからまあこう倒すのももちろん、魅力の一つですし、倒さなくても相手をこう判定で何もさせない中でのこう完封勝利っていうのもムエタイの魅力の一つですし、とにかくでもだから僕は全ての技を使って、まあ浩二選手を圧倒していきたいなと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問大丈夫そうでしょうか。あ、はい、合格熊久保さんお願いします。あ、すみません、最後に一つ、体重の方なんですけども、減量の方はいかがでしょうか。減量は大丈夫です。あとはこれも水抜きするだけかなと、これからランニングでもしようかなって思ってます。はい、持ち欲にあると思ってますか。はい、ありますか。大丈夫です、バッチリですね。もう明後日に向けてもう順番端です。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか。それでは梅野選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。